ウィリアム・ブルムはアメリカ合衆国の作家、歴史家、外交問題評論家。大学では会計学を学んでおり、1960年代半ば、アメリカ合衆国国務省にて、コンピュータ関連の部署に就く。当初は外交官を目指す反共派であったが、ベトナム戦争で幻滅するに至った。以降、アメリカ合衆国が言ってきた、戦争犯罪。 国家犯罪を次々と暴露している。ワシントン DC に在住していた。1967年に国務省を退職するとワシントン自由新聞社の設立者兼編集者の一人となる。1969年には200名以上もの工作員の氏名と住所を収録した中央情報局の暴露本を上司。アメリカ合衆国やヨーロッパ。 南米でフリーランスのジャーナリストとして活動を行う。中んず九1972年から1973年までアジェンデ政権下の地理で社会主義の実験を報じた。1970年代半ば、元 CIA 工作員のフィリップ・アジェラと共同で CIA の工作員とその犯罪を暴露するプロジェクトをロンドンで立ち上げており CIA の介入や 暗殺計画に多大なる注意を払うこととなる。また、ラルフ・ネーダーが大統領選挙に出馬した際、キャンペーンへの支援を行った。晩年はニュースレター、反帝国主義レポートを月1回発行。生涯の使命を終焉には至らないまでも、少なくともアメリカ帝国を減速させること。少なくとも獣にダメージを与えること。それこそ、 世界中の災難の原因に他ならないとしていた。2006年初頭、オサマビンラディンがブルムを引用し、アメリカの全市民はその著書、ならずもの国家を読むべしとのビデオ声明を出すと、メディアの脚光を浴びることとなる。また言及の結果、本の売り上げも大きく増加。このことについてブルムは次のように述べている。私は彼が言ってきたことを知るや、 大変驚き衝撃を受けてさえいる。本の売り上げに貢献するだろうとは思っていたので、誰が賞賛しようが構わない。彼が私とアメリカ合衆国の特定の側面に対する嫌悪を共有するのであれば、彼が本を推奨するのを拒絶するつもりはない。ブルムは2018年10月にアパート内で怪我をして入院し、同年12月9日に腎不全のため、 バージニア州アーリントン軍にて死去した。85歳没。ありがとうございます。